皆さんこんにちは、北諸コーディックスクラブの時間です。はい、ついにね、前回 YouTube でも言いましたが、6月21日から26日の北諸パキブス会韓牧師祭が明後日からスタートします。はい、こんな感じで韓牧系がすごい並んでおります。はい、そこでちょっと去年ねからこの YouTube を始めて、ちょっと僕のパキプス発根管理に挑戦して成功したのが、あの全てのまあ10本中3本成功したわけなんですが、はい、あれから約冬を越し、まあ、秋に発根管理をして、冬を越えて、で今春が来たと、はい、じゃあ実際あれからどうなったんじゃいとなると思うんですよ。なんで、それをねちょっとね、発表したいと思うんですけど、はい、あの3つあという前に、この前の前回の動画出した時に、はい、本当一軒の方は京都かどっか大阪の方、関西の方からも連絡が来て、ちょっとパキプス買えないですかっていう連絡が来たんですけど、うん、温かいね言葉もいただいて、ちょっとさすがに今回はちょっと通販はできてないんですけど、あと一人なんか群馬の人も一軒電話出てきまして、あの非常にいい方で、ちょっと植物の話を10分ほどさせてもらって、楽しく YouTube 拝見してますってことで、全国各地から、本当はね、はい、あの本当はこの YouTube 魚釣りでバーッと盛り上げる予定だったんですけど、いや、あのこれサブで植物をやるっていう僕の計画だったんですが、もう今もうほぼ植物になっております。本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、で話を戻しまして、あれからの成功したね発根管理したパキプスはあれからどうなったのかっていうのを発表したいと思います。はい、こちらです。おー、3本。はい、この3本、まあ僕が見事ね発根させたんですけど、やはりこの北諸コーディックスクラブをして、だいぶもうグラギリスにもしかり、たくさん冬型のしかり、いろんな発根管理したんですけど、機械一やっぱり難しい。やっぱり鎖の進行も早かったり、やっぱり湿度を保つ、やっぱ手間もかかる水切り、やっぱ室内の温度もそうだし、やっぱり全ての条件が揃わないと、やっぱりなかなか発根できないかなと。でこちらは確か記憶、ここからちょっと記憶の話ですけど、もう植え込み、エゾ砂、土はエゾ砂にして、だいたい2日とか3日ぐらいでちょっとこう芽吹きが始まったっていう、これをもう多分1週間とかで芽吹きが出て、発根したんですけど、こっちも1週間以内に芽吹きが出たと、多分割と10日以内に芽吹きが出たっていうのは全て一緒でした。で、まあ、水耕にしたり、このエゾ砂にしたりっていうので2通りでやったんですけど、まあ、結果ですね、やっぱり水耕だとちょっと鎖の進行が早くなる可能性があるんで、まあ、僕はもうエゾ砂ジャブジャブがやっぱり一番おすすめなんじゃないかなって今の段階ではですよ、個人的には思いました。でこれもエゾ砂で発根させたんですけど、これは1回も寝かしてないんですよ。冬結局 9月10月から発根管理して、冬はあったかい暖房の効いたところで、まあ、管理してたんですよこの3つを、で冬を越す前にもっとより栄養を送らないとなと思って、これはエゾ砂だけで行ったんですよ。はい、でこれすごく多分その先の話って、発根したらじゃあどうすんだっていう情報が結構なかったんですよね、なんで1個はもうエゾ砂でそのまま行かせてもらって、この2つは通常の、まあ、北諸を今コーディックスクラブで作ってる土をにエゾ砂から植え替えて、冬越しをさせたんですよ。はい、でまあそのボーボーじゃなかったんですけど、多少根っこが出てたんで、あ、これだったら通常の土に変えてもいいかなと思って変えて、ちょっと肥料も入れて、ま、肥料をマワンプ計をちょっと入れて、よりちょっとこの冬越しにちょっと栄養を与えて、よりいい形を取ろうと思ったんですけど、もう移動させない方が良かったです。これは間違いなくエゾ砂から通常の土に切り替えた時の多分ダメージです。やっぱりね、根っ
僕も本当失敗だったなって、本当もう一回ね、時を戻せるならもうエゾ砂で3体行った方が良かったなっていうのと、通常の土に切り替えてもエゾ砂でもやっぱり、まあ、個体差はもちろんあると思うんですけど、芽吹きがいいのはやっぱりエゾ砂でした。もうこれはねちょっといまいちよくわかんないんだけど、エゾ砂に栄養があるのか、どういうあれでこういう風になったのかで、まあ、若干この葉っぱがもうそもそも元気がないんですよ、こっちが。ちょっとねこれも若干危ういと思ってます。まあ一回も眠らしてないんで、その新芽が出てきてないっていうのももちろんあると思うんですけど、本当ねこれもう発根したらできるだけ植え替えない方が、タンクができるぐらいに切り替えた方がいいんじゃないかなと。もうこれはね下もちょっとチョロ根が出てたりとかしてた、出てるんですよ。でもこっちはやっぱりちょっと出てないんで、新芽が出てきた、新芽も出てきたし、土の差なんですか。いや土の差なのか個体の差なのかはちょっと僕も分かんないけど、まあこいつはもうエゾ砂から通常の土に変えてもう一気にダブりました。もう葉っぱがボッと入ってたんですよ、入ってたんだけど、どんどんその葉っぱもなくなっていって、こうひびが入っていって、まあこういう感じで、まず葉っぱがなくなってしまって、でなんでなんだと思って、まあ、入れ替わりなのかっていう感じだったんですけど、葉っぱがなくなってちょっとした時点で2週間ぐらい経った時抜いてみたら、もう根っこが腐ってました。でも完全に根っこがなくなってたっていう状態だったんで、やっぱりねちょっとその環境を急に変えたっていうのが多分すごくダメージ、まあもしこれが結果であれば、この3本の結果であれば、まあ、僕はもうエゾ砂で、まあ、冬越し、まあ、そのどこでどこの時期で発根させるかっていうのがすごく重要だと思うんですけど、まあ僕がその9月とか、9月10月で、まあ、今後発根管理する場合は、まあ、水耕ではなくエゾ砂で、で大体湿度をまあ 70% ぐらいに保ちながら、まあ、管理して毎日毎日霧吹きして発根させるっていう、まあまあやっぱり SNS とか見とくと1ヶ月とか2ヶ月とかかかって発根する個体もあるみたいなんですけど、これもねちょっとどうだったかな、まあでも割とこの3本は確か早かったと思うんですよ。なんでねそこら辺がちょっと難しいっちゃ難しいんで、もう明らかにこういう風に中が腐ってくるんで、いやもうこれ3万4万僕は失ってるますよ。金もです、失ってます、お金も失ってるんですけど、まあこいつを救えなかったっていうのもやっぱりシッシとこの資源をね守れなかったっていう、まあとりあえず次今回パキプスの発根管理についてだったんですけど、まあ今のところこのアップデート第2章ってことで、まあエゾ砂が一番適切なんじゃないかなと思います。次はねもし挑戦する時があればまたさらなるねアップデート、いろいろデータは引っ張れたんで、これを皆さんと共有できたらなと思います。いやでもねパキプス本当に素晴らしいよ。いやこいつはねすこぶる元気んだよな、どん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 根っこが出てくるんで、根っこっていうか芽が、新芽が、こいつがねもう全く動かないんだよ、腐ってるかもしれないよね根っこがね。またちょっと様子を見てみたいと思います。はい、今日もありがとうございました。じゃあイベント待ってるぜ。